そろ入学式の時期ね。新生活、新学期が始まる時期っしゅ。クラス替えとかも楽しみよね。新しい友達を作るチャンスっしゅ。友達作りのきっかけに好きな芸人さんの話とか使えそうよね。うん、同じ芸人さんが好きだとネタの話とかで盛り上がりそうっしゅ。ぜひ吉本興業チャンネルも宣伝してほしいっしゅ。そうだね。じゃあそろそろ始めよっか。うん、タマピーとワラットです。お願いします。よろしくっしゅ。このチャンネルは吉本漫才劇場、森の宮吉本漫才劇場、道頓堀笹などを中心に関西の劇場イベントの情報をお届けするという最高な番組なの。さらに芸人のマネージャーさんが普段の裏側や日頃見ることのできない秘蔵映像をお届けしてくれるみたい。今回も動画楽しみっしゅ。早速今週のおすすめイベントはこれ。どれも面白そうっしゅね。田津原理音単独ライブ、どんな時でも一人じゃないわ。田津原さんが R1 チャンピオンになって初めての単独ライブよ。田津原さんの優勝本当に嬉しいっしゅ。R1 グランプリで披露したネタ以外にもいっぱい面白いネタがあるから要チェックっしゅ。どんなライブになるか楽しみだね。それでは、インフォメーション。失礼します。お疲れ様です。来たよ。すいません、いきなり告知チャレンジです。出たよ。出た出た。すいません、今回から、ロケはつらいよ、ロケ芸人たちのトークライブ、森の宮で開催される公演の、はい、告知をお願いします。はいはい。で、今回はもうあるチャレンジに挑戦していただき、そちらが成功しないと告知することはできません。はい。こちらはですね、関西の劇場で行われるライブを告知する情報発信動画となっておりまして、はい、今撮っている動画は登録者48万2千人の、吉本興業4万8千じゃなかったっけ。48です。48万2000人の吉本興業チャンネルにて流れます。48万。はい、吉本興業チャンネル。そんなやんの。すげえ、すごいな、はい、前僕4万って聞いてたけど48万やったんや。間違えてたんや。じゃあ44万人間違えました。増えたんだ。間違えすぎよ。ということですね、今回お二人にチャレンジいただくのは募集管理チャレンジです。稲川さんが関係持ってるということで、はい、今からお二人に30秒間でお題に合う漢字をできるだけ多く書いていただきます。一つにつき5秒告知ができますので、最高で12個大きいが 出ましたら60秒の告知ができます。下読みしてこんかい。詰まりすぎは絶対出てない。で、二人の書いた漢字が被ってしまうとノーカウントになるので、はい、極力別々の漢字を。そんな俺も書かんでもいいぐらいじゃん。いや、それ正直起床を一番最初に咀嚼する食べ物前ですよ。朝飯前で理解が追いつかなかったっしゅ。かぶったら1しかカウントされません。なるほどね、はい、わかりました。30秒間で、いくつ書けるかのチャレンジになります。はい、それではスタートします。何編？糸編です。糸編。今回糸編の感じになります。糸編。はい、糸編な。いきます、はい、それではいきます。よーい、スタート。糸編か。糸編なんかいっぱいあるね。2人とも真剣ね。うわ、意外と出てこへんな、これ。残り10秒です。やばい、意外と出てこない。やばい。5。あ、やばい。4、3、やばい、2、1。あー、0。はい、そこまでです。では、答え合わせを。そう、意外と出てこへんかった。いざとなったら、マジで頼りにしてたのに。今から見せていいですか。はい、はい、じゃあ僕こちらですね。はい、過去すぞ。これうわ、もっと簡単な字をいっぱい書けたやろ。いや、被ったあかんっていうのが頭にありすぎて。何してんだよお前。やってしまった。その数書かがんと。うわ、これ左上は、はい、繊維の線で、はい、右がその上の上段右側は何ていう字ですか。これ C ですね、読みは。し、糸に麗しいで、はい、これが作ろう、作ろう、はい、これは僕も読み方知らないですけど絶対あります。すいません。今その字。じゃあ4つ OK ということで、はい、
これ20秒獲得しました。20秒よっしゃ。どうでした？ごめん、全部かぶった。おい、何してんねん。皆川さんのボケを超えてきたし。何してんねん。全部かぶった。チラチラ見てるなと思ったわ。何してんねん。えぐっ。知らんやろ、一個もこれ。コンビやん。おい。ここの同級生コンビやん。合うわけないやん、こんなんが。えぐい。こんなんが合うわけないやろ。ほんでもう、その、難しいのを横目で見てるから、もう全然かけてないよ、これ。かけてんのと一緒やで、こんなん。20秒になります。わかるやん、俺が毎回こういうボケするっていうの。いや、俺も本気で書いてない。いや、本気で書いてない、かけてないもんだって。それでは、告知時間が20秒となりましたので、測りたいと思います。はい。いきます。よーい、スタート。さあ、4月21日金曜日、森の宮漫才劇場にて、ロケはつらいよ、ロケ芸人たちのトークライブというイベントがあります。はい。出演者はネイビーズアフロ、ギヨン、他にもですね、関西でロケにたくさん行ってる芸人、はい、たくさん出演してロケの裏側とか、はい、こんな過酷なロケ僕ら行ってるんですみたいな話しますので、ぜひ皆様見に来てください。お願いします。はしぎさんのカンニングめちゃくちゃ面白かったね。カメラに目線全然映ってなかったから真剣に悩んでると思ってたっしゅ。皆川さんも予想してないボケだったみたいね。同級生コンビの良さ溢れてたっしゅ。あ、次の VTR も届いてるみたい。それでは、インフォーメーション。失礼します。おはようございます。R1 チャンピオンだ。幸せしようと思います。すいません、いきなり告知チャレンジです。出ました。ありがとうございます。あのいきなり告知チャレンジ、はい、今からですね、単独ライブ、はい、どんな時でも一人じゃないの告知をしていただこうと思います。はい、はい、こちらですね、あるチャレンジに挑戦していただかないと告知することができません。はい、すいません。告知をかけてしていただくゲームは、うん、はい、R1 グランプリ裏話チャレンジです。やったよ。はい、今からですね、はい、制限時間、はい、30秒以内に、あ、はい、R1 グランプリの裏側であったハプニングを言っていただきます。はい、一つの話につき告知時間が10秒プラスされまして、30秒で、はい、で6個できるの？6個、はい、6つ話をしていただくとマックス60秒告知できます。30秒で6つエピソードしゃべるってことでしょ。はい、いけるのかな。すぐいきます。 R1 グランプリ裏話チャレンジスタート。まずあの本番中に1回リハーサルの点数470点っていうのが1回パッて出たっていうのが、はい、ありまして、はい、それがまあなんかいろいろ言われてるんですけど、それが結構ハプニングですね。はい、ツイッターでやらせが疑われてたやつっしゅ。20秒経過。イエス・アキトさんが喉をちょっとやってしまってて、ネタ始まるまで楽屋で一言も喋ってない。すいません、30秒だった。早っ。すいません。イエス・アキトさん、そうだったのね。はい、なので、20秒ですね。はい。どうぞ告知。20秒。よーい、スタート。はい、4月15日、19時30分から、吉本漫才劇場で、田津原理音単独ライブ、どんな時でも違う、どんな時でも一人じゃない。っていうのがあります。前売り1200円、当日1500円、配信1200円があるから、みんないっぱい来てなあ。ぴったり。お疲れ様でした。お疲れ様でした。やっぱちょうどよかった。あれ、いきなりやな。いきなりだなぁ。 R1 の裏話面白かったね。ツイッターで話題になってたやつは驚きのハプニングだったし、田津原さんの優勝は実力だもんね。そうだっしゅ、やらせなわけないっしゅ。あ、次の VTR も届いてるみたい。それでは、インフォーメーション。どうも、ヒグマです。自分たちで撮るのは新しいパターンね。NSC 大阪プレゼンツ芝居公演大阪ヘブンが開かれるということで、告知をね、撮ってもらおうということで、うん、なるほど。出演者のムーンライトビンタのミミさんの、はい、控え室があるということで。やったぜ。やったぜ。どんな嬉しいだよ。よっしゃ。うん、で、そこで、うん、いきなり告知突撃チャレンジを。そんな人は失礼やん。真面目か、お前。うん。やっていきたいと思います。早速、行っていきたいと思います。よっしゃ、行くぞ。俺はいつもやると決めたらやんねん。それを楽屋に入っていかないっしゅ。
そこやからよ。よし、なんや、始まっとったんか。よっしゃ。あ、来た。今回いきなり告知チャレンジということで。ムーンライトの耳か。耳さんやろ。耳さんに突撃させていただきました。お忙しいのにありがとうございます。おはよう。とんでもない。今からね、その NSC 大阪プレゼンツ芝居公演大阪ヘブンの告知をしていただきます。はい、あるチャレンジに挑戦していただいて、はい、そちらが成功しないと告知することはできません。来てくれたのに。そうです。ね、それダメなんですね。それいや、そしてその告知をかけてしていただくゲームは、はい、なんと共演者テレフォンチャレンジです。今から制限時間60秒以内に、はい、このイベントに出演するメンバーに電話をして、はい、その電話を出た人にこのイベントの告知をしていただきます。あ、なるほど、はい、ありがとうございます。はい、告知も込みで60秒なんで、はい、早く電話に出そうな人に連絡してください。わかりました。早速いきますよ、これ。いきましょう。共演者テレフォンチャレンジスタート。スタート。さあさあさあ、出るかな。ああ。さあ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 。60秒短いよ、でも。最近 LINE してたので、かの後藤の後藤ちゃんにかけてみたいと思います。出た。出たよ。ね、これ。後藤ちゃん。後藤ちゃんにこれやっていただきます。暇人、暇人代表、後藤ちゃん。言い方悪すぎるぞ。伝説の暇人だから、ね。すごいわれよね。伝説の一日みたいに言うなよ、お前。伝説の暇人、加藤後藤、両方暇人。伝説の一日みたいに言うなよ。いずでんねん、あいつ。出ました、出ました。出た、はいはいはい、本番の暇人や。はい。やった。もしもし。あー、出ました。はい、じゃあちょっと私今から宣伝するから、ちょっと聞いててもらって。はい、宣伝いきます。ミミさんの宣伝を聞くことになってるし、会場12時30分開演で、NSC 大阪プレゼンツ芝居公演大阪ヘブンが行われます。こちら、出演者は私たち NSC45 期ということで、1000年ぶりのお二人とか春風演出の石木さんなどが出る舞台となっております。みんな頑張って稽古してるのでぜひ見に来てください。一言終了。終わり。はとごとなし。ありがとう。頑張ります。加藤後藤も頑張ります。大阪ヘブン見てくださいね。見に来てください。みんなわちゃわちゃしてたね。舞台がどんな内容か気になるしゅ。電話して宣伝をしてもらうはずが、宣伝を聞くになってるとこ面白かったわ。電話越しにうろたえてる姿が浮かんだしゅ。あ、次の VTR も届いてるみたい。それでは、いこう。レーション。失礼します。おはようございます。おはようございます。酒井愛さんだ。はい。いきなり告知チャレンジということで、はい。はい、愛さんには4月15日、ただポケットで行われるトークライブの告知をしていただこうと思います。え、いいですか。はい、やった。ただ、とあることにチャレンジして成功すれば告知ができます。で、失敗すればちょっと告知ができないということなので、ぜひ頑張ってもらえたらなと思います。私、裸 NG ですけど大丈夫ですか。大丈夫です。そんなチャレンジはさせないっしょ。1000日前通り歩くとかやったらちょっと NG です。チャレンジ内容は、はい、今回トークライブと、うん、いうことで、はい、最近、新喜劇の中で、まあ、愛さんの身の回りで起こったエピソードを1分以内に喋ってください。ほう。1分以内に持ってるエピソードを話しすることができればチャレンジ成功で、途中で終わってしまった場合は、はい、チャレンジ失敗ということで告知ができませんので頑張ってください。いきますか。はい、はい、それではチャレンジスタートです。どうぞ。柳浩二師匠の話なんですけど、柳浩二師匠はいつも私に会ったら、愛ちゃん会えて嬉しいわ、元気になるわ、あんたのこと見たらってすっごい可愛がってくださってて、もうあんたは可愛いわってすごい優しくしてくださるんですけど、ある時コロナ前に営業があって、泊まりの営業でみんなで飲んでたんですよ、お酒。その時柳師匠がすごくお酒に酔われてベロベロになって、私の方を向いて、おーいアホのデブーって呼びました。オッケーここではそう、なかなかひどい言われ方してるわね。今もすごい仲良しで、柳師匠からさっきメールで北海道は寒いぞと来ました。オッケーです。はい、チャレンジ成功となります。
ありがとうございます。柳師匠のおかげよ。ちなみに、なんか他にエピソードあったりします？他、新喜劇の先輩方ってすごく言い間違えっていうのが多いんですよ。その中で、私の中では道康江姉さんがダントツやと思ってて、その康江姉さんの言い間違い参戦っていうのがあるんですけど、ぜひいいですか？ぜひ教えてください。第3位は、はい、真剣佑さん、はい、俳優の、はい、真剣佑さんのことを真剣佑ってずっと言ってた。まあこれはちょっとまた順口と言いますか。はい、で第2位は、第2位、はい、俳優の東出さんっていらっしゃるじゃないですか、はい、東出さんのことをずっと東村さんってずっと喋ってはったんです。まあ、笑点さんだったんです。ずっと東村さんって言ってはって、東出さんですっていうことをお伝えしたんですけど、はい、で第1位が、はい、ラグビーの五郎丸さんの方、はい、五郎丸さんいらっしゃるじゃないですか、はい、五郎丸さんのことをずっと菊水丸さんっておっしゃってました。全然違う。安江さんは天然三種か。思ってもう、私そんなん言ってたっていう顔でおっしゃってるんで、すごいお茶目で、はい、かわいい先輩です。ではチャレンジ成功ということで、告知の方お願いします。4月15日土曜日、ザザポケッツですね。ザザポケッツで、酒井愛トークライブ、わがまま気のまま愛のトーク、最近いかがお過ごしですか、お聞かせくださいというトークライブをさせていただくことになりました。前売り当日ともにですね、チケットは2000円です。で出演者は私のみなんですけども、開演が17時半で、会場が17時15分ですね。ちょっと早めの時間なので、お子様も来やすい時間かなと思います。皆さんのお顔を一人一人見て、皆さんと、こんなん最近ありましたとか、こうお話できたらいいなって。でやっぱり人って褒めてほしいじゃないですか。だからその褒めてほしいことを褒められて、みんなで褒められたらいいなっていうライブなので、そんな大きいとこじゃないので、みんなさんの顔を見て お話できますので、ぜひ来ていただけたら嬉しいなと思います。お待ちしてます。ありがとうございます。エピソード面白かったね。まだまだ仲良しでよかったっしゅ。安江さんの言い間違いシリーズも面白かったわ。菊水丸はもはや言い間違いの域を超えていたっしゅ。どの動画も面白かったね。これからもどんどん動画が届くみたいだから、ぜひまたチェックしてみてね。もっと芸人さんのオフの姿見たいっしゅね。次はあなたの推しが告知動画に現れるかも。来週は4月15日配信だよ。見ないと怒るしよ。もちろんチャンネル登録もお願いね。それじゃあ。